東京都側から見た多摩川大橋。右が多摩川大橋。左が多摩川専用橋。神奈川県側から奥のアーチがついた橋が多摩川専用橋。多摩川大橋は多摩川に架か,かる国道1号第2京浜の橋である。ガス橋と六号橋の間に位置し、東京都大田区多摩川と神奈川県川崎市幸区、小向井中野町の間に架けられている。 玉川大橋の川口側に隣接して、東京電力と NTT が共同使用する玉川専用橋がかかっており、こちらについてもここで触れる。一般道路では、玉川川口から数えて3番目の橋である。東京と神奈川を結ぶ主要な道路の一つで6、車線道路である国道1号が上を通っており、交通量が非常に多い。橋の間に、 東京都と神奈川県の境界線がある。1938年4月に下流にある当時の京浜国道の交通量の増加を分散させるためのバイパスである新京浜国道の橋として建設が着工し、1942年に株工事が完成したが太平洋戦争により中断する。木製の橋を架橋することになり、1945年3月31日に 完成するが、同年4月15日の戦災によりわずか15日で消失することとなる。終戦後、建設が再開することになり、1949年3月に完成し4月30日に開通することとなる。完成当初は、自動車用の高速車線が4車線、それより一段高く低速車用の観測車線に、車線と両側歩道が一体となった構造であったが、 自動車交通量の増加と第8車や自転車の減少により、観測車線を自動車用に転用している。しかし、観測車線と高速車線の区別、すなわちグリーンベルトが廃止された昭和36年頃から数年の間、玉川大橋上では歩道の上に白線が引かれ、バイクが歩道上を走る光景が見られたが、現在は片側3車線の車道に改良されている。 1957年には日本で最初の水銀灯が灯され話題となった。橋町は435.76メートル、福音22.8メートル、ゲルバープレートガーダー橋という構造形式。また、玉川専用橋は東京電力と NTT が共用する送電専用橋である。橋町は521.4メートル、福音6.4メートル、 玉川両岸の旧玉包通りと多摩沿線道路も橋で越えているため玉川大橋よりも橋長が長い。現在の橋の構造はランが上げた3連で1984年に完成。ありがとうございます。